おはようございます。2023年5月9日火曜日の朝です。今日の体重は 65.65 でした。体脂肪率は 37.8% です。おはよう、アビカちゃん。今日の天気は曇りですね。あ、どうだろう、あっち晴れ間見えてますけどね、結構風が強いんですよね今日ですね。今日はですね、ちょっとお家の中とか外かどっかでちょっとパソコン仕事が結構溜まってきちゃってるので、それやらなきゃなーってところなんですよね。なのでまずは準備して、まあなんかちょっと旦那さんと計画立てながらやっていこうと思いますよ。まずの白湯飲みます。今9時半くらいです。じゃあこれからですね、ちょっとやっぱり家の中で集中できなそうなので、スタバに行って仕事してこようかなと思います。朝ごはんなんかそこで私食べようかなと思っておりますよ。行ってきます。スタバに行く前に、恵庭市の道の駅花ローダ庭の隣にあるカロナという野菜屋さんに、八百屋さんに寄ってきます。風強いね。レタス、ほうれん草、キャベツ、トマト、カブ、しいたけ、にんじん、うどん、お野菜いっぱい買いましたね。こちらの恵庭の道の駅花ロード恵庭にもですね、じゃーん、こっちの方にスタバありますけれども、今日はここからまたちょっと移動して千歳のスタバに行きますよ。行きます。千歳のスタバ着いた。行きます。なんかお腹空いてきましたね。なんか食べちゃいます。今日の朝ごはんです。今日は珍しくコーヒーではなく添い立てにしてみました。あとはアメリカンワッフルに蜂蜜だけで食べます。ごちそうさまでした。すっごいお仕事はかどった。あ、でもなんかすっごい頭使った。とりあえずですね、お昼お家に帰ってから食べようかなと思ってたんですけど、なんか旦那さんのリクエストでカレー食べたいっていうので、今日もちょっとですね、外食してっちゃおうかなと思いますよ。おかわりコーヒー、エリコロの動画。今日はここで食べることに来ましたよ。初めて来ましたよ。行ってみます。かわいい。今日のお昼ご飯です。今日はラムカレーしました。サラダやご飯なんもついておりますよ。美味しそう。食べます。美味しかったですよ。大満足。帰ります。ちょっと気になるものがあるのでセブンイレブン寄ります。セブンイレブンで買ってきたものは何かというと、味噌菌、ヒカキンのラーメンでございます。ちょっと気になってたので買いました。いつ食べるかは分かりませんけれども、この味噌菌ラーメンと味噌菌飯の方も買いました。味噌菌飯、今度機械を見て食べます。帰ってきましたよ。とりあえずですね、めっちゃ眠たいんですよ。それはなぜかというと、昨日私夜中全然寝れなくて、なんか更年期なのかな、もう全然不眠、もう全然寝れなかったので、今めちゃめちゃ眠いから、まず中入ります。はい、というわけで今日も一日が終わりました。いや、眠たくてですね、帰ってきてから寝ましたね。で、本気でパジャマになって寝て、でなんかですね、体調がですね、すごい動く悪くなってきましたね。久しぶりですね。ちょっとここまで体調悪いのがですね、なんか笑いと笑顔が出てくるんですけれども、結構体調悪くって、なんかすっごい胃がすごく痛いくなっちゃいました。で、胃が痛くて背中の方の胃の後ろの方とかも痛い感じで、なんか辛くってですね、今日もう夜ご飯も食べずにですね、もうこのまま休んじゃおうと思います。
で今さっき起きてからですねちょこっとお仕事とかはでも言いたいながらもやってたんですけども、でもちょっと厳しい感じになってきたのでですねちょっと休みますね。で多分まあ寝たら治るかなって感じの体調なので大丈夫だと思うんですけれども、今日はちょっと早めに申し訳ないんですけどもこれくらいにしておきたいと思います。左右の見ながらですねちょっと一瞬くつろいで、でそれで布団入ってまた寝たいと思います。でもなんだかんだ言って帰ってきてからですねもう眠くて眠くて、あれ2時半くらいだったんですよね。そっから6時くらいまで寝たんですよね。でそれで起きて言いたいと思ってちょっと言いたくて起きたわけじゃないけど、なんか言いたいなと思って言ってってなって、でちょっと仕事して、で今もうちょっとで9時って感じなんですけども、なんかご飯も全然食べる気ない、食欲ない感じになっちゃって、まあでも最近の暴食のですねツケが回ってきてるような気がする。なんかちょっと胃が悲鳴を上げ始めたのかもしれない。しかもなんか便秘ですしね。そんなわけでですね、なんかもうこれくらいにしときますねすみません、ちょっと短い動画が最近続いてるかなって感じになっちゃってますけれども今日はちょっと早めにお休みさせていただきます。はい、そんな感じで今日はこれくらいにしときたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またね。